平野紫陽が率先して開発メンバーの道筋を作った新たな CM キング誕生。ナンバー・アイ・ファストフードで新たな舞台。平野紫陽26歳、岸優太ー28歳、神宮寺優太26歳のグループ。ナンバー・アイの勢いは衰え知らずだ。2月7日、平野がサントリー人、ミスの CM キャラクターに就任すると発表され。 同月10日からは、滝沢秀明氏、41歳のエンターテインメント会社、とべに合流後初のテレビ CM が全国でオンエアされている。注目度はこうまりっぱなしである。そんな中、2月20日には、週刊女性、主婦と生活者が報じたところによれば、ナンバー、愛の3人は別の大手ラストフード会社との CM 契約も結んでおり、今春から放映が予定されているという。 これにより、グループはますます幅広い世代にアピールを広げそうだ。ナンバー・愛はルイ・ヴィトンのパートナーシップ契約により、平野がインスタグラムに投稿した写真が瞬く間に売り切れとなるなど、商品への影響力が絶大なグループとして知られている。その人気はあまりにも圧倒的で、各企業がその魅力に乗っかりたい気持ちは理解できる。芸能プロ関係者は、ナンバー・愛は令和の CM キングになるだろうと語り、 さらに次のように続ける。ナンバー、アイの3人は若い世代だけでなく、後半の世代からも指示を受けるようになった。彼らが引き起こした、脱退騒動がその要因で、結果的には後半な層から指示を得ることになった。そのため、幅広い層にリーチできるナンバー、アイは、CM キャラクターとして最適な存在だとの見方を示している。ナンバー、のメンバーは、かつてジャニーズ事務所のキング、プリンスのメンバーであり、 藤島ジュリー恵子前社長との方針の不一致により、脱退。しかし、その後の報道では、事務所の対応が悪く、分裂の原因となったことが浮き彫りになった。この出来事が、ナンバー、アイのメンバーを広く受け入れられる存在に変えた一因と言えるだろう。この脱退騒動により、ナンバー、アイのファン層は驚くほど広がり。 特に平野のインスタグラムには若い女性だけでなく、60代母が大怜乱、50歳男ですが、といった年齢層が幅広くファンになっている。スマップ解散騒動を思い出させる出来事として、ナンバー、愛を支持するスマップ世代のファンも多いとのことだ。また、岸優太は、ザ、鉄腕、ラッシュ、日本テレビ系の純レギュラーとして大人気であり、食べべっぷりから、もぐもぐ岸くんと親しまれている。 騎士の影響力は、彼が X、旧ツイッターに投稿した動画が全国のコンビニでフランクフルトや類似のホットスナックが売り切れになるほど大きなものとなったことで証明されている。騎士のユニークな文体である、騎士君公文は各企業によって真似され、同ワードはトレンド入りしたこともある。これに対し芸能プロ関係者は、ナンバー、愛は全世代に愛され、国民的スターになりつつある。 カリスマ性だけでなく、親しみやすさも兼ね備えているグループだ。国民的ブランドや企業がナンバー、愛を起用するのはほぼ確実だ。ユニクロのような国民的ブランドも、ナンバー、愛をキャラクターに起用する可能性があるだろうとの見解を示している。ナンバー、愛が国民的ブランドの CM キャラクターとして成功する日は近いかもしれない。その清涼感が半端ない爽やかなビジュアルとともに、ますますその活躍に期待が高まる。